あ、一発かかった。ナイスマスさん。一発ナイスで、やっぱり口元とかもろこなんですよ、うん、オカメタナゴとか。来た、めっちゃ早っ。はやとチャンネル。あ、重たい。めっちゃ入ってる。なんやこれ。さすが魚いる場所匂うね、すぐ。いやいや、これは取れたね。ね、これはいろいろ取れたよ。取れましたね。でも10回もすくってないでしょ。いや、相当だよこれ。ちっちゃいやつ持って次に行かないといけない。そうですね、またね。はい、またじゃあ次回ということで。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。一箇所目がまさかの水なしだったんで、二箇所目水深あるところで、マッサンと取ってきた小魚たち。よいしょ。いでよ。いでよ、小魚。あ、結構。結構ブクブクブクってなったから。お、池へ行きますか、マッサン。ないよ、池へを。うん。ちょっとやってみようよ。うん。せっかく持ってきたんだから。そうだね。やりましょう。これをジグに、果たして釣れるんすかね。いや、釣れるでしょ。うん。口にプスッとね。うん、そうそう。釣れるでしょ。これでちょっと。ちょっと、場所変わりましょう、マッサン。うん、場所から。ところでやれと。やってやれ。これ釣れるっすかね。釣れるでしょ、池へ。で絶対釣れますよ。今日はいつものことストラックを出して沈める。うん。で今そこついたんですよ。うん。あ、一発かかった。ナイスマッサン。一発ナイス。一発っす。やっぱ食ってくんだよ。一発っす。ナイス。いきえ、一発っす。圧倒的強さですねえ、うん、今のなんすか、モロッコ口細か、うん、すげえじゃないですか、マッサン、うん。せっかくマッサンと一緒に取りに行ったんだ。そうですよ、頑張って。僕手冷たいんですけど、もう氷水。ハヤトさん、教えて、マッサンさん。何をですか。よし、冬場は頑張って冷たい水に手を入れて、口細う背掛けとかじゃないんですよ。鼻あるじゃないですか、鼻、うん、もう下顎からこうこれで普通にこう、これでもう深く刺すと死んじゃうからね、うん、これでもうプツッと刺すだけ、これだけ。口を、はい、口を両方閉じちゃうわけですね。そう、はい、はい、じゃあこれでいこう、はい、これだけですよ。はい、口細。おいきえ取りに行ったからね、この前。頑張って取りに行きましたからね。ね、しかしマサさん一発で釣りましたね。やりますね。え、いや、ミオの中魚が見えるんですよ。あ、来た一発。一発来たやった、来たっす。一発っす。下さん持って、もうね、よ、わかりやい。一発ちっちゃいけど、いや、ゾラリリースっすね。これリリースだ。いや、釣れますね。いいじゃねえですか、生き餌一発、ね、ジグヘッドに口細か、口細ねえ、マスさんと夜にちょっと取りに行ったやつ。あの、何も、うん、まあ、はやっちゃんとの見てる皆さん、イワシやアジじゃなくったっていいんすよ、ね。昔から口細とか、うん、俺らの時代はほらタナゴがめちゃくちゃいたから、ね、オカメタナゴをつけたり、うん、め
ちゃくちゃ食うんすよ。めっちゃ食いますね。一発だったし、マジで楽しいわね、うん、釣りが楽しい。ちょっとリリースします、これは。はい、ちょっとリリースしますね、うん、出してあげてください。はい、さよなら。じゃあちょっとマサ、もう一回ちょっとなんでなんで手が動いたのに、僕手が持ってない。じゃあ僕も一緒に手は入れますから。いいですよ、別に入れなくたって本当に。はい、あ、これ何、これいいじゃないですか。それいいじゃないですか。これでっか。じゃあ、そうそうそう、そうやってみるといいよ。深いね。これなんだ、口細。口細？そう。そうそうそう、下。そう、ね、それでいいんです。そう。よっしゃ。よし。これは釣れんじゃね。やばい。出ない糸が。口細行ってこい。シューターの前でさ、うん、小魚がね、サイズの魚が暴れてみなさいよ、林さん。ねえ、昔はね、みんなやってた人いっぱいいるんですよ。ああ、まあジグとかでもね、アクションで釣れるぐらいですからね。心臓の音があるわけですもんね。だって俺の時代なんかエアポンプもないし、うん、要は釣ったすぐならほら、イワシだってアジだってつけられる、うん、浮かしとけないんですもん、うん。で、何がいいって、やっぱり口元とかもろこなんですよ。うん、お金タナゴとか。お、来た！めっちゃ、はやっ！いや、何これ？怒られますよ、あんなワンキャスト。何これ？一人で楽しんでて。何これ？あ、今度は魚ついてるもん、ほら。ほら、魚ついてる。ほら、魚ついてるよ。ついてるじゃないですか。いいんですか、こういう悪魔の釣りを、ハヤトチャンネルでやって。怒られないんですか。魚がついてんもんね。これはすごい光景だ。今日はかかりました。連発っすね。おー、いいじゃないですか。ナイスです。ナイスです、ありがとうございます。やっぱりワンバイトで仕留めないと、うん、生き餌が死んじゃいますね。そうですね、あと取られる。いや、もう抜かれちゃうね、餌をね、うん、抜かれる、うん、ワンバイトで。はい、ナイスリリースでした、はい、おかげさまで楽しませていただきます、はい、釣り人の鏡。何がですか、当たり前じゃないですか。釣り人の先生、釣り界のデコッパチ。いやいやいや、違うか、ね、違うか。何の呼び名なんですか。本当だ、まだ泳いでる。ほらほらほら、本当だ、まだ泳いでるわ。まだいけますよ。もう一回いける。もう一回いってください。厳しいねお父ちゃん厳しいね。かわいそうだけど、もう食べられてくださいよ。もうじゃあもう一回、モロコも本望ですよ。一回やってくださいよ。もう一回いきますよ。はい、モロコも本望ですよ、林さんに。それだけ使ってもらえれば絶対思ってね。いや、魚はしょうがない思ってますかね。弱肉強食の世界を体現してるんですか、林さんが。皆さんにこの釣れねえ時間にそこりのいや、いかにこいつらがいい仕事をしてくれてるか、餌としてすごいかですね。やっぱ心臓の鼓動はたまらないんでしょうね。なんか釣りの腕、まあタックルバランスとかね、針の大きさとかありますけど、いや、これで変な話、タックルバランスっちゃうのあれだけど、合わせてもっと細いと、もっと柔らかいティップの感度のいい竿、細いライン、それはもう林さん入れ食いが味わえますよ、この何も釣れない時期に。ただ手が冷てる、手が冷てですね、林さん ね、タオルで拭かねえから。拭かねえですよ本当に。たまにこう脇の下にね、こう手を入れる。やだやだこうやってこうやってバカっすねこうやってですよ、音鳴っちゃいますよ。やるでしょみんな。やりませんよ。冬の釣りでは、冬の釣りで股の間に入れてたり、あとお尻の下に引く人いますよね、座布団の間に。あ、そうね、とか言ってて、当たんですか。当たんですね。餌変えましょうか。いや、大丈夫だよ、それで釣れるって。あ、来た。あ、バレだす。本当に残ってれば追ってくるよ。今日バレーボーイですよ。ボーイじゃないよって言われそうですけど、うんうん、たまにね、あまり言いたくはないですけどね何も言いませんよ。ボーイ、ボーイでいいですよ、ボーイで。バレーボーイですよ。抜かれた。
抜かれてますね、これ。来た？あ、来たっす。来た？ナイスナイスナイス。サンバラシの後。これ結構いいっすよ。お、ほんと？なんかチキチキ言っとる。超一応表。お、やった？おー、よし、魚ついてる。いいっすね、ナイスなんです。魚ついてるし。モロコ一発でした、マッサンの。ブラボ、ナイス。あ、いいっすね。あ、いいっすね、ハッサン。ありがとうございます。ナイスさんでーす。やりました。これいいわ。おお、いいじゃないですか。これがっつり。がっつりですよ。これ結構いいっすよ。これまだもう一回いけますかね。もう一回いける、もう一回いけるよ。うん。じゃあ、これいきます。はい。カマスイだってすごい効くんだよ、本当に。うん。うん、今ドカンチョウですか。当たった。ドカンチョウってのない、多分。口細取られました。あ、あるついてる。あ、ないか。ないわ。でも一発ですやっぱりね。えマジ一発。バックリなんだから。うん、来た、通った、ナイス。いるよ、早く。ちょっと重いぞ。ナイス。重いぞ。お、まあまあ、サイズアップ。あ、ナイス。それいいっすわ。あー、お腹パンパンだ。そりゃいいっすわ、マスさん。ね、お腹パンパン。逃がそう。うん、逃がしてあげて。もうなんかはみ出てない？あー、卵が出ちゃってる。ね、早く逃がしてあげて。うん、逃がして、早いとこ逃がしてよ。うん。ね。はい、はい、ありがとう。粘着性の、ほら、卵ね。はいはいはい、ありがとう。逃がすよ、はい、パンパンなんで、はい、ごめん、いっぱい産んでください。優しいですね、マスさん。え、優しいですね。いや、よっ、釣り人の鏡。でも一匹から数千から数万なんですよ。うん、ね、言うほどそんなにプレッシャーはないんだけど、成長は遅いからさ、根魚、うん、そうですね、うん、まあ逃がしてあげるに越したことないんですよ。この生き餌のパワーすごいですね。しかし指が冷てえす。アジア、アジア、イワシが正義じゃねえんすよ。うん、淡水魚もやってくれるんすよ。今の引きよかったな。でも確かに携帯性いいですよね、淡水だから。うん、で普通にカットいけるじゃないですか。そうっす。ニジマスだって入れ食いっすよ。おお。このサイズはもうニジマスとか、うん、あとほら、あの時あった箱根の、うん、ヒメマスとか。好きでしょうね。大好き、こういう系の。来たっす。ガンってくるよね。ナイスです。ナイスです。おはようございます。これもタナゴがっつり、魚もついてる。まだあ、やっぱ噛まれてる、背中を。そりゃ噛んでんだから噛まれっちょ。ナイス。乗ったっす。乗った。乗ったっす。しゃ、ラストワン。ラスト、ナイス。おはようございます。ナイスワンです。いえ、ナイスワンです。モロコついてる。超ちっちゃいけど。可愛い、リリースしてます。さよなら。はい。ありがとう。いいっすか。ありがとうございます。また入れ食い。ずっと入れ食いだね。入れ食い。え、悟りから。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。すいませんね。全2回にわたってね、小魚取りに行って。ね、とりあえずね、楽しかったですよね。釣れた、本当に、ね、楽しかったです。こういう小さい魚ね、川とかで捕まえて海で持ってくるとね、マジ釣れましたね。携帯性はいいですね、エアさえあればね、うん、ありがとうございました。参考になっていただければと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。
回のデコパチ。意味がわかんねえっす。意味がわかんねえっす。結構焦げやすいんで、みりんはね、少なめにつけてます。Hello, Johnny! Hello, Johnny! Hello, Johnny!